it is, y'all. It's your boy Chingy, man. Straight from the loop. Well, stay tuned. Damn. Yeah. Room 101 with Chiho Watanabe on Bay FM 78。午前3時を回りました。音楽ライターの渡辺志保です。毎週金曜日のこの時間はミュージックガラージルーム101、ヒップホップを中心に今の音楽シーンや様々なカルチャーを取り上げていくプログラムです。お盆が終わりましたっていうところで、ですがもう本当に暑いですよね。毎日ね、びっくりするぐらい暑くて、こう換気のためにね、まあ、毎日こう窓を開けたりとか、まああと外に出ることもまあありますから、ドアを開けたりするたびにですね、こう来たかっていうぐらいのこうね、熱気が、こう部屋の中にわーっと入ってきて、もう毎年思うけど、こんなに日本の夏って暑かったっけってね、思いますよね。で、まあこの番組が放送されているのは、まあ深夜3時からということで、まあ幾分暑さは和らいでいるかなと思いますけれども、まだまだ、熱帯夜が続きますので、皆さんもう気をつけてお過ごしください。まあここでね、ちょっとじゃあ清涼感をこうプラスするような、曲で今日は始めたいなと思うんですけれども、この番組でもですね、何度か紹介したことがあると思います。リルモジーというですね、まだ20歳の若い、アーティストでございますけれども、この曲ミュージックビデオもですね、こうプールで女の子たちが泳ぐ、まあ、プールパーティーのね様子をフィーチャーしていたりで、見るだけでこう自分もプールに行ったかのような、ちょっと一休み涼休みしたような気分になりますので、ぜひぜひ、ミュージックビデオを見てもらいたいなと思います。いろんな方の夏を彩っている曲なんじゃないでしょうか。リルモジーでブルーベリーフェイゴ。音楽ライターの渡辺志保がお届けしているミュージックガラージルーム101、湾岸エリアのラジオステーションベイ FM からお届け中です。ご聞きの皆様からのですね、ご意見やご感想、そしてリクエストなどなど、いつも常に募集中です。ぜひぜひお寄せください。ツイッターで番組の感想をつぶやいてくださる際は、ぜひこのハッシュタグをつけて参加してください。シャープルームアンダーバー101、シャープルームアンダーバー101です。そしてメールでくださる際はこちらのアドレスまでお願いいたします。 101@bayfm.co.jp 101@bayfm.co.jp です。紹介させていただいた方には番組のオリジナルステッカーをプレゼントしております。では今夜のミュージックガラージルーム101のメニュー紹介です。まずはですね、最新の音楽トピックスを交えながら、音楽ストリーミングサービス Spotify のチャートから気になる楽曲を紹介していきます。そして今日の番組後半はですね、先日最新作エレファントインマイルームを発表した大地山本さんをゲストにお迎えしてお届けします。それでは Spotify のチャートから気になる楽曲を紹介していきましょう。まず紹介するのはですね、 US のトップ50チャートを、制しました。この曲、1位を獲得したこの曲ですけれども、待ちに待った新曲です。カーディー B の新曲、WAP が出ました。そして、チャート1位を、首位ですね、首位獲得したというところでございます。この曲ですけれども、まあすごい特大シングル、いろんな意味で特大シングルなんですが、なんとフィーチャリングメーガン G スターリウムということで、まあいろいろね、この番組でも報じてきておりますけれども、まあ今いろいろ話題のメーガン G スターリウムでございます。でメーガンちゃんなんですけれども、この1年で、去年はですね、ニッキーミナージュと一緒にホットガールサマーというヒットシングルを出した。そして今年に入ってからビヨンセと一緒にこうね、サベージのリミックスという、これまたこうビルボードチャート1位を獲得したシングルを、発表した。そして今回カーディービーともコラボということで、ニッキー、ビヨンセ、カーディーの3社と共演した女性ラッパーというか、まあアーティストそのものですよね、いないんじゃないかなと思いますので、このメーガンのなんていうんだろう、こう全方向に愛されるキャラっていうかね、もうギネス級の、記録を残したんじゃないかなというふうに思っております。でこの、WAP という曲なんですけれども、まあ、WAP と書いて WAP っていうねタイトルなんですが、まあ、ちょっとね、何の頭文字を取って WAP になっているかっていうのは、まあ皆さんご自身でお調べいただきたいなというふうに思います。まあ、いくら深夜の番組といえども、ちょっと私にも言えないことがあるっていう感じで、で、まあ、ヒントを差し上げるのであれば、 W は WET、まあ、濡れてるっていうね、意味の WET から取った W ですよということだけ言っておきます。でミュージックビデオもですね、すでに発表され
されておりまして、これまたねなんとカイリー・ジェンナーとかね、あとあの女性シンガーのノーマニーちゃんとか、あと私もですねあの今インスタグラムフォローしてるぐらいあのちょっと注目してるんですけれども、スキハナっていう名前の女性ラッパーがいて、で、まあ、あとロザリアとかですね、そういう注目の若手女性アーティストもたくさんカメオ出演している、ミュージックビデオ、ただただあのただ本当にカーディとメーガンが結構まあ際どいあの動きであるとかね、結構際どい衣装に身を包んでいる、ミュージックビデオでございますので、あの見るときはちょっと周りに気を使っていただくのがいいかなというふうに思います。で、まあ、WAP というタイトルなんですけれども、この曲結構こうもう女性のエンパワーメントソングというか、女性上位の時代をこうラップする、そんな曲にもなっておりまして、今までの、ね、ステレオタイプを覆すような曲とも、すでに称賛されております。で、まあ、私も非常にいいことだと思うけど、こう例えばベッドの上に置いても常に女性がリードする、女性が主導権を握るっていうような、そういった表現があの曲全体に散りばめられておりまして、であとですね、まあ、カーディもメーガンもやっぱパンチラインがすごいことになってるんですけれども、例えばカーディ B、 I don't cook, I don't clean, but let me tell you how I got this ring っていう、ラインがあって、私は料理も掃除もしないけどこの大きなリングをゲットして結婚したぜっていうね、そういったラインがあるので、まあよくさ男性でもねこう女性お嫁さんにしたいこう女性の特徴で、まあ、料理が上手でお掃除できて、まあ、家事もできてみたいなことを言う方いらっしゃるかもしれないけど、まあ、そんなの必要ないからみたいな、そういったライン。あとメーガン・ G ・スタリオンも、食物連鎖においてはあんたを食べるのはこの私、そしてその私のお尻を味わってるあんたはボトムフィーダーっていうラインがあって、もボトムフィーダーってなんだろうって調べたらですね、水底で生活し餌を得る魚、もしくは食物連鎖を低く上食にする腐食動物というふうにもね、書かれておりまして、まあ、ボトムって下って意味ですございますから、まあ、最下層みたいなね、そういったことになるのかなと思うんですけれども、まあ、あくまであんたの上に立ってるのは私だからねっていうね、まあ、そういった一貫した、アティチュードがですね溢れている、曲でございます。そしてもうリリースされてからもすぐに全米1位を取ったこの曲お届けしましょう。カーディ B で WAP フィーチャリングメーガン G スタリオン。ただいまお届けしたのは、今アメリカでナンバーワンに輝いているカーディビーフィーチャリングメーガン・ジスタリオの WAP でした。続いて Spotify の、急上昇チャートからですね、一曲お届けしたいと思いますが、8月2日に配信開始された AK69 のアルバムライブリブからの一曲です。イエローバックスくんというですね、あの、東海地方出身の若手ラッパーをフィーチャーしたバッシンという曲が、この Spotify の日本の急上昇チャートにランクインしておりました。で、このバッシンという曲なんですけれども、まあ、アルバムライブリブからのリード楽曲として、先にミュージックビデオも発表されてたんですが、私がこの曲聴いて最初に驚いたのは、AK さんが2008年に放った代表曲、ディンディンドン、心の鐘っていう曲がね、あって、まあ、ライブの定番楽曲でもあると思うんですけれども、その曲のイントロ部分を、このバッシンのイントロ部分に、サンプリングしてるんですよね。なんで、昔の、ご自身の昔のヒット曲を、サンプリングして、かつこの曲って、イエローバックスくんが、まあ、12年前の曲になりますけど、イエローバックスくんが初めて聴いたラップソングとか、まあ、それぐらいのね、彼にこう、インスピレーションを与えた曲とのことで、このコラボ非常にですね、ドラマチックな、ストーリーを描いているものでございますので、ここで皆様にも聴いていただきましょう。AK69でバッセンフィーチャリングイエローバックス。はい、今お届けした曲はバッセンフィーチャリングイエローバックス by AK69 でした。続いてですね、ここでいつも私が気になる一曲紹介しているんですけれども、最近見たおすすめ映画に絡めてですね、紹介したいと思います。その映画、題して、ブックスマート卒業前夜のパーティーデビューっていうね、映画でして、で、私が大体この番組で紹介する映像作品とか、まあ、映画ドラマとかね、なんか結構社会派みたいなものが多いと思うんですけど、このブックスマートはもうめっちゃ笑えるコメディで、まあ、ちょっとその、なんて言うんだろう、ちょっと意識高い部分とか、もちろんね、ちょっと社会派みたいなところも差し込みつつなんですけど、まあ、基本的には面白いコメディで、あります。で、また本編で使用されている音楽がめちゃめちゃ良くて、で、
リゾの曲とか、あと DJ シャドウの曲がこう終盤何度もかかってたりとかですね。で、この後紹介するレイケリ47というですね、私が大好きなフィメールラッパーがいるんですけれども、彼女の曲も2度ほど、本編でかかるなどなどですね、まあ、いろんな、仕掛けがたくさん、溢れている、そんな映画でありました。で、まあ、先にですね、ちょっと今いただいた資料をもとに紹介させていただきますと、このブックスマート、卒業前夜のパーティーデビュー、映画批評サイトロッテントマトーズでもアメリカ公開時の満足度 100% を記録、全米を熱狂させ、ビバリーヒルズコップやリーサルウェポンなどを参考に、性格の異なる二人が命がけの状況でお互いを補う合う姿を描きたかった。ガールズ映画を作ろうという考えはなかったというふうに監督が語っておりまして、まあ、ガールズ映画っていうふうにね、言葉が出てきますけれども、主人公になるのは二人の女の子なんですね。高校3年生の女の子で、卒業式を翌日に迎えたという女の子二人が、主役なんですけれども、まあ、3年間ですね、割とこうガリベンタイプで、全く楽しいこと、面白いことをしてない、まあ、いわゆるちょっとスクールカーストってで、言うと下の方っていうね、そういった二人なんですけれども、その二人がですね、もう私たちも明日卒業じゃんっていうことで、卒業式前夜に初めてのパーティーに行くというね、まあそういうストーリーなんですけれども、まあ、同性愛のことであるとか、まあそのセクシャリティのことであるとか、まあそういったことも散りばめながら、まあ女性のエンパワーメントであるとか、そういったね、トピックも、ところどころに挟まっていて、本当にもう全方位で楽しめる映画って感じでした。で、私が非常にね、いいなと思ったのは、モリーっていう女の子が主人公なんですけれども、彼女ですね、ジョナヒルの妹さんであるビーニー・フェルドスタインっていう子が演じてるんですけど、めちゃめちゃ演技が、すごい場面ですごい演技するっていうね、めっちゃそれだけでもすごい楽しめましたし、で、彼女の部屋にはですね、まあ、キャラクター上っていうことなんですけど、ビヨンセも称賛する、我々世代のフェミニストと知られるチママンダ・ゴゼ・アディーチェという女性がいるんですけれども、そのチママンダ・アディーチェの、標語がプリントされているタペストリーが自分の部屋に飾ってあったり、ミシェル・オバマの、ポートレートが自分の部屋に飾ってあったりっていう感じで、本当なんか今のフェミニストっていう感じが、すごいビンビンにですね、こう彼女からこう溢れ出ている、そんなキャラクターを演じておりました。前置きが長くなってしまってますが、このブックスマート卒業前夜のパーティーデビュー、8月21日今日金曜日からですね、ヒューマントラストシネマ有楽町他にて、全国順次公開ということでございますので、ぜひぜひですね、スクリーンで見てほしいなというふうに思っております。ではここで一曲、そのね、ブックスマートの中でも印象的に使われていた曲をお届けしましょう。レイケリ47でアティチュード。お送りした曲はレイケリ47でアティチュードでした。もう私も大好きな曲が映画で使われてて、めちゃめちゃテンション上がったので、ぜひねチェックしてほしいなと思います。渡辺志保がお届けしているベイ FM ミュージックガラージルーム101、お知らせを挟んで番組後半は、先日最新 EP エレファントインマイルームを発表した大地山本さんをゲストにお迎えします。ダイヤルはそのまま 78.0 ベイ FM。 Dig tracks. Get the rhythm. Move to the beat. Room 101. Shiho Watanabe on Bay FM 78. Dig tracks. Get the rhythm.Move to the beat. Room 101. Shiho Watanabe on Bay FM 78. 私、音楽ライターの渡辺志保が金曜深夜にお届けしているヒップホップ専門プログラム、ミュージックガラージルーム101。ここからの時間は、先日8月12日に最新作エレファントインマイルームを発表した大地山本さんをゲストにお迎えしております。大地さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、まず最初に簡単にですね、私の方から、大地山本さんのプロフィールをご紹介したいと思います。1993年京都生まれ、18歳からラップとビートメイキングを始め、京都を中心にライブを行う。その後、ロンドン芸術大学に進み、インタラクティブアートを学んで、2017年にイギリスから帰国、その後、京都を拠点に活動。昨年9月には待望のファーストアルバム、アンドレスを発表。そして、今年3月からは NBA のバスケットボールプレイヤー、八村塁選手が出演する大正製薬リポビタン
ンディのテレビ CM にスプラッシュという楽曲を提供し、今年1月には音楽ストリーミングサービス Spotify が選ぶ今年飛躍が期待される注目の新進気鋭国内アーティスト10組アーリーノイズ2020にも選出され、さらにファーストアルバムアンドレスがアップルビネガーミュージックアワード2020で特別賞を受賞。そして、先日8月12日に最新作、エレファント・イン・マイ・ルームを発表した。すごい、すごい輝かしいバックグラウンドをお持ちっていう感じがしますけれども、まあ、今回この番組においでいただくのも初めてなので、まずはですね、今に至るまでの活動について簡単にお伺いしたいなと思うんですけれども、第一山本さんってお父様がちょっと特別なお仕事っていうか我々音楽ファンにとっては非常になんて言うんでしょうリマーカブルなお仕事をしていらっしゃると思うんですけどちょっとそのあたりの話から伺ってもいいですか。はい、そうですね。お父さんが京都でクラブを経営してて京都メトロっていうとこなんですけど、あとレゲエバーでラバダブっていう古いバーをやってます。すごい。で、なんかさ、前もちょっと伺ったかもしれないですけど、こう、お父さんがクラブとかバー、まあ、その、音楽バー、ミュージックバーですよね。経営してると、やっぱこう、小さい頃からめちゃめちゃ音楽に溢れた生活をしてたのかなって思うんですが、お家ではどんな感じだったんですか？そうですね。家の中は、あんまりみんな音楽聴かないというか、なんか多分、逆に仕事で聴いてる分、そんなに聴かないけど、うんうん、まあ、なんかこう朝とかはなんかレゲエかかってたりとか、うん、そういう感じの。すごい。お父さんの職場にこうね、まあなかなか小さい子は行けない場所かもしれないですけど、行った記憶っていうのはありますか？小さい頃に。何回かあります。なんか新年ニューイヤーパーティーとか、ハロウィンとかそういう時はコスチューム着せられていくみたいな。そうだったんですね。かわいい。そうなんだ。で、そんな中にこう、ご自身で、まあ、ラップとビートメイキングを始めるっていうふうに、バイオグラフィーにも書いてありましたけれども、きっかけは何だったんですか？きっかけが、その時に、シンゴ2さんとかなんか、その辺、外人21瞑想とか、なんか、すごいハマって、で、ラップしてみようかな、みたいな感じになった時に、なんか年上の先輩みたいな人が、確かそれ、シンゴ2のライブを見てた時なんですけど、うん、なんか肩叩いてきて、なんか、お前ナイジェリア人か、みたいな。ああ、そうかそうか。大地さんってね、まあ、その黒人の お母さんとのミックスでいらっしゃるから。うん、そうなんですよ。で、その上で、いや、普通に日本語で喋り返したら、なんか、俺音楽やってんやけど、お前やるけみたいな感じで話しかけられて。すごい。超いきなりですね。うん、その人となんか多分最初に作ったのが一番最初の曲。ちなみにその方とは今も交流はあるんですか？あります、まだ。今の大地さんのことどういうふうにこう、なんか見てらっしゃるんだろう？なんか、俺はいけると思ってたです。すごい。そうなんだ。あの時、一目見た時から、みたいな。すごいですね。で、そのまま、ロンドンに留学されたってわけですけれども、ロンドンってめちゃめちゃ、まあ、私行ったことなくて、イメージですけど、やっぱすごい、こう、刺激的な街、その文化的に刺激的な街なのではっていうね、イメージがあって、で、やっぱりこう、京都で、地元で音楽活動とか、その他の、まあ、クリエイターとしての活動をするっていうのと、ロンドンで同じことをするっていうのは、やっぱり場所が違うと、かなりこう、なんていうんですか、インプットの仕方とかも違いましたか？そうですね。やっぱ違いましたね。考え方。だとかもみんな違うというか、なんか新鮮で常に刺激を受けるような環境だったんで。うんうんうん。まあ、京都でちょっとね、まあ、ラップとビートメイキング始めて、で、じゃあロンドンで音楽的にも非常にこう、花開いたっていう感じはありますか？そこはどうなんだ？なんか逆に距離があったんで、日本と。うん、その、一人ですごい日本語でラップしてる、けど周り誰も日本語理解しないみたいな状況だったんで、うんうん、なんかこういい意味で殻に閉じこもって作れたっていうか、なんかあんまりその周りの流れとかをこう気にせずに作れるみたいな。
なるほど。まあもう本当は没頭して制作に挑むことができたって感じですかね。でもやっぱその時の経験だったり、こう作ったものっていうのが今の大地山本さんをすごい形作ってるのかなというふうにも思うんですけれども、まあ、さっきもバイオグラフィーで申し上げた通り、今年に入ってからリポビタン D の CM ソングとか、あとネットフリックスのアニメシリーズに、日本沈没に、2020のオリジナル楽曲にも参加されたりとか、一気にこう、活動の幅が広がってる、すごい規模で広がってるなんていうね、イメージがあって、で、まあ、ただ、ご自身の中で変化したこととかありますか？でもそうですね、音楽作る時間がすごい増えたんで、なんか向き合い方に困りました、うん、なんか。あ、困った。それはこう、なんだろう、音楽の比重が今度大きくなりすぎてとかそういうことですか？なんか、その、なんつったんですかね。なんか周りと生活リズムが違いすぎて、こう、うん、なんかだんだん、孤立していくというか、なんか。ああ、そうなんですね。そのなんかギャップみたいなものは、今はこう、ちょっと薄れてきてる感じはありますか？そうですね。まだありますけど、なんか、うん、まあ、しょうがないかな、みたいな。そうか、そうか。で、まあ、特にこの、今回のエレファント・イン・マイ・ルームの1曲目にも収録されてますけど、そのリポビタン D の CM ソング、スプラッシュという曲ですが、これ初めて聞いたのが、当たり前だけど、CM で初めて聞いて、で、まあ、ただ、私もま、もともとこう、KM 君とかこう、フォローしていて、大地山本さんフォローしてて、KM 君の曲がリポビタン D で使われるっていうのは、こう、彼のこう、ストーリーか何か、インスタグラムで知って、いつか見たいなって思ってたら、実際にテレビで流れて、で、まあ、当たり前だけど、すげーみたいな感じですよね。で、かつ、八村塁選手がフィーチャーされてて、なんじゃこれっていう。で、今までの大地山本さんのこう、楽曲のテイストとまたちょっと違う曲、だなというふうにも感じたんですけど、このスプラッシュを作った経緯みたいなものちょっとお伺いできればなと思います。そうですね。最初でもなんか曲ができてからじゃなかったんですよね。その逆で、こういう曲を作って、こういうなんかリリック書いてほしいみたいな、っていうので書いて、で後から曲をこう、なんか最初30秒ぐらいしかなかった曲なんですけど、はい。はい、1ヶ月ぐらいし、1、2ヶ月してから曲作りましょうかみたいな感じになって。あ、そうなんですね。じゃあもともとは CM 用に短い曲だったけど、ね、プロデューサーの KM 君からの提案もあって、1曲にしたっていう感じなんですか？それが、担当の天草さん。はい。あ、レーベルのジャジースボード、はい。そうですね。はい、フル曲、うん、にし、せえへんみたいな感じになって。うんうん、それで、ビート3分ぐらいの尺のやつにアップデートしたのが来て、はい、でもなんかもう書きたいことが結構決まってたんで、そうなんだ、うんうん、すぐ書いて、もう返して、なんか1日ぐらいでもうバーってやって、うん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 、すごいね。いやそう、この曲すごいこう、なんだろう、自分が鼓舞されるっていうか、やっぱ、強くなったような気がするっていうか、うん、そういう曲だと思ってて、で、逆にこう、テレビの CM で、まあ、日本中で流れてるわけですけど、反響ありましたか？そうですね。なんか、うん、なんですかね、ヒップホップそんな知らない人とかに、はい、なんか説明するときに、うん、うん、すごい説明しやすくなりました。誰もがわかるみたいな。あの CM の曲だよみたいな。なるほど。そうなんだ。八村塁選手ご本人はこの曲は聴いてらっしゃるのかな？一応送ってるんで、なんか、はい、多分聴いてもらえてるかと思うんですけど。なるほど、なるほど、はい。そうなんですね。まあそんな、スプラッシュも、収録されている最新作、エレファント・イン・マイ・ルームなんですけれども、ちょっとここで一曲ですね、早速、この EP から聴いていただきたいなと思うんですけれども、先行シングル楽曲、ブルーベリーという曲ですが、この曲をまずシングルに選んだ理由っていうのはありますか？なんか最後まで、なんかマスタリング上がった時に一番しっかりしてる。うん。なんかそういう、まあ、周りの人とか聞いた時の印象とかもそういう感じだったんで。うんうん。まあ、そうですね。
なんかこう、リリックの中も、なんかこう、生々しさっていうか、うんうんうん、大地さんの感情であるとか、そういったことが、すごくこう、ちょっと激しさもあるんだけど、まあ、楽曲自体は非常にこう、ちょっとドリーミーな感じもするっていうか、うんうん、ちょっと不思議な感覚で、聴いた曲でもあるんですけれども、じゃあ、ここで、皆さんにも聴いていただきたいと思います。大地山本さんから曲紹介お願いできますでしょうか。ブルーベリーです。どうぞ。今お聞きいただいておりますのは、大地山本さんが、先日発表した最新作エレファントインマイルームからの先行シングル楽曲ブルーベリーです。今夜のミュージックガラージルーム101、このコーナーはですね、エレファントインマイルームを発表したばかりの大地山本さんをゲストにお迎えしております。引き続き大地さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。で、まあ、最新作についてもですね、いろいろ伺っていきたいなと思うんですけれども、まあ、去年、素晴らしいファーストアルバム、アンドレスを発表してからの今回のエレファント・イン・マイ・ルームですが、一曲一曲に、なんだろう、こう、ちょっと世の中に対するフラストレーションみたいなものとか、焦りみたいなものとか、ちょっとその、わだかまりみたいなものを非常に強く感じたっていう印象が一つあって、で、まあ、一曲一曲が本当にこう異なる輝きを放つというか、異なる色を持った曲だなというふうにも思ったんですね。で、まあ、今回の制作にあたって一番こうインスパイアされたもの、インスピレーションになった、まず社会的な出来事とか、そういったものがあればぜひ伺いたいです。そうですね。でもやっぱり自粛期間は、うん。なんて言うんですかね。すごいネガティブにやっぱなっちゃったというか、はい、いろんなことに対して。で、なんか、うんうん、まあそのアメリカのブラック・ライブズ・マターの話とか、なんか、はい、なんですか、家にいるんでネット見る時間が増えたりしたんですけど、うんうん、なんかネット開けても、なんかこう救われないことしか書いてないっていうか。なるほど、うんうんうん。なんか結構そういうのがあったんで、そっちにエネルギー持っていくよりかはこう、うん、制作に持っていくっていうイメージですね。なるほどね、うん。じゃあ、アンドレスを作った時とはやっぱりなんかこう全然去年のアルバムとは全く違うベクトルで気持ち的にもなってたのかなっていう感じですか？そうですね。まあ、なんかもともと作り始めた時は、うん、アンドレスはなんか自分が中心でこう、うん。話するっていうか、まあ、リリック書くみたいな感じだったんですけど、はいはい、今回は自分の周りの人のこととか汲み取ったりして、書きたいなっていうのを思ってたんですけど、うん、まあ、そのタイミングでこういう感じになったんで。ああ、そっかそっか。EP のそのジャケットっていうかカバー写真も、いかにも制作してますみたいな、こう風景がそのまま写真が使われてて、あれは実際に大地さんがいつも制作してるお部屋の写真なんですか？そうですね。おお、なんかその辺も生々しいっていうか、その今の大地さんのこう感情を切り取った音楽が入ってますよっていう、そういう印象を受けまして、うん。で、あとタイトルに関しても伺いたいんですけど、エレファント・イン・マイ・ルームって、まあ本当部屋に象がいるって意味ですけど、こう英語的にはちょっとこう、ちょっとめんどくさいトピック、トピックを話さねばならない時とか、あえてこう触れたくない、トピックを言わなきゃいけないみたいな、そういった時に使われる一つのイディオムかなとは思うんですが、このタイトルを選んだのはなぜですか？まあ、でもその意味的にはさっき言ってたみたいな、そういう、まあ、制作に没頭するっていう、なんかこう、気持ちの切り替えとかもいろいろこもってるんですけど、なんかそもそもタイトル、うん、別のタイトルがあったんですけど、最初。あ、そうなんですね。はい。それが、なんか、リミナリティっていうやつで、なんかこう、移行している途中みたいな、修行している人のこととか出すんですけど、うんうん、なんか言葉がこう、あんまりしっくりこないなって思ってて、で、そのジャジースポーツの担当の方と電話で、そろそろタイトル決めな、みたいな。ずっと喋ってた時に、はい。なんかなんでかわかんないですけど、イディオムを、うん。すごいこう、口頭でいろいろ言い合うみたいなことになって、なんかその時にエレファント・イン・ザ・ルームって言われて、はい、あ、それいいっすねってなって、へ、それで行きますっていう。
なるほど。じゃあ、その、あくまでこう自分が部屋にこもって作った作品ですよっていうことを象徴するためのタイトルっていう、そういう意味合いが強いんですかね。そうですね。まあ、あと、なんか、うんうん、なんていうんだろう。なんか、多分この時期なんでみんな部屋にいて、いろんな、触れたくない話題だったり、うん、まあ、触れなきゃダメな話題だったりとか、おのおのあると思うんで、はい。なんか、イギリスの友達にも、このタイトルどう思うっつったら、なんか、いや、いいんじゃないそれ。なんか、うん、自分にも思い当たるものがあるみたいな。うんうんうん。そっかそっか、うん。なるほど。そうですね。なんか、その、もちろん語られてるのは大地さんのストーリーだけど、聞く人によって受け止め方っていく、いく通りにもできますし、うん、なんかね、そうそう、すごい染みるみたいな気持ちで、うん、はい、全曲聴かせていただきました。そして、あと、まあ、プロデューサーにしろ、ミュージシャンにしろ、いろんな方が関わっている作品だと思うんですけれども、客演アーティストとしてはスラックさんが参加されているっていう。で、このスラックさん迎えた経緯っていうのはどういったところだったんですか？これはでも、もう前からやりたかったんですけど、ずっと。はい、はい。で、なんかそれが、なんだっけな。なんかその話も伝わってて、うんうん。で、なんか今のタイミングですごいビートとか作ってるみたいな話を、うんうん、その、ジャジスポの担当の人自体に聞いて、なんか電話してみなよみたいな。って言って連絡取ったら、結構もうビートとかもほとんどできてるような。へえ、すごい。状態で、なんかこういうラップしてほしいんだよね、みたいなとかも、いろいろこう、あったみたいで。はい。それですぐ、コンタクト取って作り、みたいな。あ、すごい。スラックさん参加されてるラジオって曲ですけど、私この曲聞いて、結構こう、スラックさんが、なあ、大地、なあ、大地って呼びかけるところが何箇所かあって、フックの部分とバースのとこと。実際に普段こういう風になあ、大地って呼びかけてんのかなってちょっと想像しちゃったんですけど、どういう感じなんですか、普段。なんか、そうですね、いい。なんか、優しいお兄ちゃんみたいな。はい。そうなんだ。そう、この曲すごい、お二人の絡み具合っていうのが、いい感じに出てるなと思った曲ですね。じゃあ、スラックさんとは今後ももしかしたら何かプロジェクトがあるかもしれないのかな。なんか、すごい二人のケミストリーが最高だったので、またこの他にも聞きたいなと思いましたし、で、今回、まあ、他の、プロデューサーの方もいろいろ参加されてますけど、ビート選びみたいなところはどういう風にしてたんですか？なんかでも曲ごとに結構違ったり、うんうん、こういうの作ってくださいって言ってくれたのが、国宗さんとか、グルーヴマンスポットさんとか、で、まあ、スラックさんの場合は向こうからこういうのどうとかって、はい、で、フラットスタンリーって人は、なんか何十曲くらい送ってきてくれて、へぇ。そっから選ぶとかなんか。うん、うん。なるほどね。まあちょっとこういう時期なんでなかなか、じゃあ次ライブはいつですとかそういったことがない状況かなと思うんですけれども、またでも本当一日も早くですね、ライブの現場でも見たいなと思いますし、で、ね、まあ今回 EP ということでしたけど、またフルアルバムが出るのであれば、またその時もこの番組にぜひ遊びに来てほしいなというふうに思っております。はい。はい、ぜひ。じゃあ最後にまた、この最新 EP エレファントインマイルームから一曲、大地山本さんより曲紹介お願いします。はい、ラジオフューチャリングスラックです。どうぞ。Yeah, I wanna say won't stop. Dig tracks, get the rhythm, move to the beat. Recommended tracks, nail it, flow.渡辺志保がお届けしてきましたミュージックガラージルーム101。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今回もですね、まあ本当大地山本さんの新作めっちゃ素晴らしいのしいので、いろんな方に聞いていただきたいなと思うんですが、今回もいかがでしたでしょうか。ぜひ番組を聞いてのご意見ご感想、そしてリクエストがあれば、ぜひぜひメールでお寄せください。
メールアドレスは 101@bfm.co.jp。 メールアドレスは 101@bfm.co.jp です。紹介させていただいた方には番組のオリジナルステッカーをプレゼントしておりますので、メッセージには必ず電話番号を含めたご連絡先をご明記ください。あなたからのメッセージお待ちしております。そして最後はですね、番組はいつも珠玉のオールドスクールチューンで、締めているわけですけれども、先ほどカーディ B とメガンジースタジオの WAP っていうね、あの二人のこうエンパワーメントソングをお届けしましたので、最後は1989年に発表された、女性二人によるこの力強い一曲、クイーンラティファフィーチャリングモニーラブのレイディーズファーストでお別れしたいと思います。いやーすごい、今聞くとね、またさらに染みるなっていう、リリック胸に響くなっていう感じですので、ぜひ皆さんにも聞いていただきたいなと思います。ミュージックガラージルーム101、ここまでのお相手は渡辺志保でした。皆様どうか安全にお過ごしください。 See you!